Hello, everybody. This is Hua, and you're tuning in Hua's NC Playable, and this is playing Division 2 with talking about nothing to do with the game. はい、こんばんは皆さん、Hua でございます。今回もですね、関係ない話をしながら、Division 2やっていきましょう。Hey, Siri. 20分だったら教えて。タイマーを20分にセットしました。はい。マイティ味噌、ローディーラーメン。プリキープ4アットどこマイティーミソラブ4ねえ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 このあの前に見たさどこっていうホットフォートゥーゴーどこっていうお店このキッドコキッチンひらがなでどこって書いてあるここにひらがなでどこって書いてあるアジア料理屋さんなんですねあのひらがなのどこなんだね。なるほど。まあまあまあそれに関係あるようなないようなお話、関係あるようなないようなお話。ひらがなのどこ。どこってことはあのいわゆるホヤの。っていう意味でつけたのかねこれは誰がこのゲームに出てくるお店の名前を考えたんだろうねまあいいやはいそんな感じで、今日も関係ない話を させていただきながらですね、ディビジョン2、やっていきましょう主にダークゾーンですねで相手マツメをの作業用 BGM を、自分でやるということはコンセプトの、そんなコンセプトだったっけこれそんなコンセプトだったっけ、番組でございますですね、今回の話はですね、そうねちょっとなんでしょうね特に考えるほどのあれではないんじゃないかもしれないですけども、ほら、この間、探偵、名探偵ピカチュウ、まあ、ちょっと見てみたいな、見てみたいのかな、みたいな、見てみたいかな、みたいなお話をしたじゃないですか。一応、見に行けてないんですけども、見に行けてない。時間的な問題よりもね、いわゆる前にお話しした通り、俺はこう、当然字幕で見たいわけですね。字幕で見たいんです。それは皆さんもというか、まあ、この番組をご覧いただいている方とかならば、まあ、皆さんがそう思っていることかわからないですけども、別に吹き替え、要はですね、吹き替えばっかなんです。やってるのが、これね、前の時、プーさんの時もそうだったんだけど、吹き替えばっかなんです。やってるのが。これでもディズニーのあるとか大体そうなのかな。あれはでも、なんだっけ、まあいいや、ちょっと順番、話の順番があれになっちゃうから。後回しにするか。そう、字幕がほとんどないのです。すなわち、だから、プーさんの時も、だから、そうだったじゃん。で、まあ、プーさんの時も、ぶっちゃけな話、あんまりこの言うのはなんだけど、合ってなかったじゃん。ユア・マクレガーの声に、坂井正人さんはうまいんですよ、もう当然、俳優さんとしてね、ただ声優さんじゃないから、なんていうかな、まあ、俳優さんとしてうまい、だから、もうだから、そのプーさんを前に言った通りですね、ユアン・マクレガーとしてじゃなくて、なんていうかな、ユアン・マクレガーが演じてらっしゃる。にもかかわらず、ユアン・マクレガー
元さんがもう一緒にこう出演してらっしゃるような、絵的な、絵的にじゃないな、声的にというか、そんなイメージの、映画にこう堺雅人さんが映ってなくてもそういう風に見えてしまうような感じだったんです。で一応リップサービスでユアン・マクレガーさんは、もし堺雅人さんの映画がこう英語圏でやるとしたら、ユアン・マクレガーさんが、声当てますよっていうことをおっしゃってましたけども、全然合ってないんです、そのもう今だから言っちゃいますけど、それはそれで別に新たな面白さもあると思うし、っていうかだったらもう堺雅人さんで同じプーさん作ったらいいじゃんと思うぐらい、堺雅人さんのやつは味はあるんですよ、もちろん。それはそれだから堺雅人さんの、プーさんはそれはそれ で見たい、見たいと思います。堺雅人さんうまい、で俳優さんとしてで、ね、結構好きな方の俳優さんなので、だから堺雅人さんでリメイクしたらよかったじゃんっていう、要はだからそんな誰がキャスティングしたかわかんないですけども、全然このまず堺さんは素晴らしい、本当に、声としては声っていうかその声としてというかその堺さんの演技、もちろん声しかそのイワン・マクレガーのあれでは当たってなかったですけども、まあでも、素晴らしいわけですよ。素晴らしいんですけども、ただその全然イワン・マクレガーさんの、いわゆるルックスだとか演技とかにイワン・マクレガーさんの元々の声に堺雅人さんの声が全然合ってるわけではないのですね、まあもちろんその DVD とかで2回こう見て、1回目をイアン・マクレガー、まあ、そもそもの英語の声で2回目を、吹き替えで見るとかそういった、楽しみ方をするのだったらそれはそれでいいんですけども、なんていうかな、まあまあまあ1回しか見ない人ができればね、イアン・マクレガーさんの声で見た方がいいんじゃないかなというふうな気はしますけども、まあまあそんな感じでございますよ。で散々このあれしたんですけども、でそれで結構懲りているわけなんですよ僕は、吹き替えというものを、いやもちろんね吹き替えが合ってらっしゃることももちろんありますし、それがいいんですけども、吹き替えが嫌だってわけじゃないですけども、ただまあ僕だから吹き替えが嫌いとか、まあどっちかというと字幕の方が好きかな俺は、やっぱりいわゆる、声というかさ、映画なんていうかな、結構その映画とか俳優さんとかもあれで見たりはするので、だからあれよ、まあガーディアンズ・オブ・ギャラクシーと、例えばガーディアンズ・オブ・ギャラクシーとかなんていうかな、まあ、とにかくそのなんていうの、まあ当然実写版ならともかくとしてというか、実写版でその俳優さんが出てらっしゃる状態のあれであればまたならまだあれとしても、いわゆる、まあ、実写版だけどピカチュウも、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのロケットも、実写版ではあるけど CG で声を当てて いらっしゃる方がいらっしゃるわけですよ。でそれ例えばもうガーディアンズだったらロケットの声はもうブラッドリー・クーパーさん、ブラッドリー・クーパーさんなわけですよでやっぱりそしたらブラッドリー・クーパーさんの声で見たいじゃんこれがだから例えばそのプーさんのやつでイワン・マクレガーの声が堺雅人さんだったら、まあ、まだ、まあ逆にその、とかこう当てても
見た目調はロケットだから違和感はないかもしれないけど、それでも一応ブラッドリー・クーパーさんの声のロケットにお金を払いたいわけですよ。遠回りしたぞ。遠回りしたぞ。もっと別にその遠回りしなくてもよかったな。はい。だピカチュウ、メタってピカチュウも、ライアン・レイノルズだから、見たいわけですよ。っていうかもっと言ってしまえば、制作された側が、前言った通り制作された側が、ピカチュウの声にだから、なんだ、ライアン・レイノルズさんのデッドプールの時のだからデッドプールの音声を当ててテストで当ててで、これだっていうふうに制作した側が思ったわけでしょ。だから名探偵ピカチュウに関しましては、いわゆるライアン・レイノルズさんというよりはむしろこうデッドプールの声でなければあの映画は完成しないわけでしょ。どうなんだろう、むしろデッドプールの吹き替えを やった人がやってらっしゃるの、ピカチュウってだとしたら、まあまあ、いやーでもどうかな、デッドプールも吹き替えで見たくないからな。だってデッドプールだってライアン・レイノルズさんのさ、一応もうなんかメインじゃん。だからまあデッドプールだってまあ、ほとんどの時間はこうマスクかぶってる状態が主だから、ライアン・レイノルズさんは声だけでこう声だけというかマスクライアン実際にライアン・レイノルズさんがこうマスクをかぶってらっしゃるんだと思うんだけども、まあまあ顔が見えない状態で、出演してらっしゃる状態での演技 で、あんだけ声でこう声だけで、やっていってらっしゃるわけでしょ。だからそれがこう売りというかわけですよ。だからそれをこう、そんだけ声だけでこう売っていけるライアンさんがこう吹き替えとかでその、声をなくしてしまった、なくしてしまったら、デッドプールの、楽しみはこう半減どころじゃないか、もうすごいなくなってしまうわけですよね。でそんな、デッドプールの声を当てて、当てたことで、ピカチュウは完成だったわけですよ。そしたら、そのライアン・レイノルズさんの声の入ってない、名探偵ピカチュウは、分かんないけど言ってしまえば本末転倒レベルかなとは思うんですね。で多分まあうんそうだね、分かんないですよね。だから本来のだから制作のなんていうかな、まあ原点じゃないけどその何をもってしてこうそれを売り出したいかのまあ可愛さとかそのあれで売っていくなら別にいいんですけども、なんかこう本来のその持ち味は、まあ半減しますでしょうね。そんな状態のこのだから、名探偵ピカチュウを見たくて、まあ別に見に行ってないですけど、そんな状態の、名探偵ピカチュウが見たくて見たいって言ったわけじゃないわけですよ、あくまでもライアン・レイノルズさんの声なんなら目をつぶってもいいぐらいなわけですね。映画館で目をつぶってライアン・レイノルズさんを楽しむだけでもいいかなと思うぐらいの、あれだったので、デッドプールとして楽しみたいわけですよね。なのでそのいわゆる吹き替え版ばっかり、要するに字幕版がないという状態っていうのは、あまり望ましくない事態なのでございますね。ランドマーククリア。
がしかし、なんと悲しいことに、非常に、吹き替えばっかりしかやってない。うん。まあ、わかるというか、なんだ。制作というか、その、いわゆる配給、なんだ。映画館の方の、気持ち的なものはね、わからんでもないというか、そういった映画館の気持ちだけではないのかもしれないですけどね。映画館の方としては多分その、当然、起こす、まあ、名探偵ピカチュウはお子様向けだと。それはあれの時も一緒ですよね。プーさんの時も一緒ですけども、プーさんというか、プーと大人になった僕、うん、プーと大人になった僕も一応子供向けと、映画館の方は認識したんでしょう。でも、プーと大人になった僕だから大人向けなんだけどね、主人公大人だし、その大人目線な、プーなわけで。まあ、にもかかわらず、こう、子供向けと されてしまった、プーと大人な、プーがこう大人向けというふうにこうなってるのであれば、当然、名探偵ピカチュウなんか言わずもがな、子供向けなわけでございますね。ってことは、当然というか、字幕の回は減り、吹き替えの回が増えるという悲しいことになるわけですけども、どうなんですかね。まあ、映画館の方だけのみならず、多分世の中の、親御さんの、あれもそうでしょうし、吹き替え人気というか、吹き替え、まあ、選ぶのはね、親御さんなわけで、このお子さん自身が選ぶわけじゃないと思うんですけども、もしくはお子さん自身が選んで吹き替えの方がいいというふうに思ってらっしゃるんですかね。俺ちょっとそこら辺がの感覚がいまいちわからないというか、わからないって言い方をするとあれなんだけども、俺自身はこの、実際に前も言ってトランスフォーマーザムービーを、まあ、前編英語で、それこそ、字幕すらない状態で、この、見てた子供なんで、いや、全然英語はそんなに、その当時、全然この理解はしてなかったと思いますけども、まあ、それでも別に満足してたのでね、あんまりしかない、ところにずっと いて、まあ、英語しかない場所にいたから分かるかって言ったら別に、そんな一回すぐに英語が、を覚えたわけでもないので、当然そのテレビ番組でも何でもこう、テレビでやってるアニメとかも全部字幕のない英語の状態でこう見てて、まあでも別にね、不満とか何もなかったわけでございますけども、そういった、まあなんか生活をしててっていうのはまあ大げさか？まあそんなあれだったので、そんなにだからなんていうのかな、そんなに子供にとって字幕じゃダメで吹き替えじゃなきゃダメだっていう風な感覚かって言ったら、なんかそれがちょっといまいちよくわからないんですよね。まあ、特に子供なんかそのなんていうかな、適応力が大人よりも高いので、なんなら別にね、そんな英語ばっかりのところでっていうか、なんていうかな、特に字幕とか吹き替えとかに大人がなんか、そう、大人の方がね、子供に見せるもんだから、字幕じゃなくて吹き替えがいいっていうふうにこうおっしゃる方も結構いらっしゃると思うんですけども、なんかね、そこら辺が、本当にそれでいいのかな、俺だったら字幕で見せてもいいんじゃないかなっていう、まあね、ちっちゃい頃からこう英語に触れるチャンスとかにもなりますしね、なんかそこら辺が
そこまで子供に吹き替えじゃなきゃダメだっていうふうにこのする必要は逆にないような気がするんだけどね。という感じで、そのいわゆる字幕よりもこう吹き替えが多いという現状ということに、なんかこうな もったいないもったいないっていう言い方おかしいかな。なんかまあ自分がこう、まあ自分が字幕で見たいからっていうあれだけではなくて、なんかこう本来のその作品は ライアン・レイノルズさんで、だからプーと大人だった僕の方はともかくとしても、名探偵ピカチュウの方はライアン・レイノルズさんあっての作品でございましょう。でそのライアン・レイノルズさん要素っていうのはやっぱりこう、吹き替えでございますよ。となるとその、いわゆるメインどころであるものがこう失われてしまうわけでしょ。で、まあまあ子供向けな作品だからっていうあれだけっていうだけでこう、そこのライアン・レイノルズさんの一番あの面白い要素、その映画の一番の良さのところがこう、失われてしまうっていうところに少しちょっとなんかもったいなさを感じちゃうかな。その自分が、そのライアン・レイノルズさんありきというか、まあ自分がこの、字幕吹き替えよりも字幕派だっていうことのみならずねっていうだけじゃなくて、なんかこうその作品の良さというか、っていうのがそういうところにこうあったりするので、なんかそういった魅力がこう失われてしまうのかなっていうところも、あるんですけども、なんかねお子様向けだからってそういうところになんか変にこう吹き替えじゃなきゃダメだっていう、まあ一緒くたにというかそう、っていう考えをだけでいくよりは、頭固くしてそういうふうにいくよりは、なんかその辺もいかがですかっていうふうな、ねえ、せっかくの作品がこうまあまあまあ世の中の方あんまりそこまでデッドプールを知らない方の方が多いのかなという気も、しますけどね。特にそのお子さんをお持ちの、親御さんがデッドプールを知ってるかどうかも微妙なところではございますけども、っていうふうにまあ思うわけでございます。どうなんでしょうね。なんていうかな、例えば、なんか字幕、字幕、例えらんない。まあ、いっか。まあ、とりあえず、そうね。子供向け番組のみにならずだよ。まあ、子供向け映画だから、まあ、っていう、まあ、子供向け映画だから、吹き替えの方が多いっていう風なあれとだとは思うんですけども、まあ子供
向けな映画に限らず、この、吹き替え、まあ、吹き替えでご覧になる方も結構いらっしゃると思うんですけども、でその大人の方でもね、もちろん子供に限らず、吹き替えの方が、まあ、吹き替えが決してそのダメっていうふうには思わないですけども、吹き替えの作品もね、吹き替えの作品もまあ、もちろんダメとは思わないんですけども、ものによってはね、その作品によってはというか、もちろん俳優さんの演技とかそういったものっていうのももちろんあるんですけども、それ以前に映画によってはですね、言語ネタが盛り込まれているものっていうのは結構あるわけでございますね。あんまりこうピンとこないかもしれないですけども、例えばインド映画とか、インドのみならず、例えば何があったかな、イングロリアスバスターズとか、そういった映画の中には言語ネタが、入っておりまして、で、まあ、複数の言語のあれがこう入ってたりするわけですね。で吹き替えになっちゃうとそれがこう一緒くたに、同じ、当然に同じ日本語にこう、吹き替えられちゃいますでしょ。ってなると、まあそれにこのピンとこない状態だと、なんかそのものによってはもうだから、もう完全にその映画のネタ、どういうか映画の ネタに限らず映画の筋そのものがね、わかんなくなっちゃう。どういう映画の言ってる内容がこうさっぱり理解できない、逆にね、吹き替えにしたせいで理解できなくなるようなものとかも、あったりするわけなんですよね。特にイングリッシュ・エアスバスターズとかは、その言語を利用した、スパイというか、スパイ活動とか、そういったネタとかも入っておりますので、イングリッシュ・バスターズを、吹き替え版で多分ご覧になった方は、ネタがこう、ネタ、話の筋で、なんでそういう風になっていくのかがこう、ちょっと分かり、ネタというか、もうお話の展開に関わるところでね、なってる方とかもいらっしゃったじゃないかなと思うんですよね。で、イングロリアスバスターズってブラッド・ピットさんが演じた役っていうのがこう、まあアメリカ人の兵士の役で、確か一切なんか、イタリア語とか、ドイツ語か、ドイツ語がわ、からない理科、兵士の役っていう、役柄だったんですけども、まあ、その時点で、すごいジョークなんですけども、確か、セブンイヤーズインチベットだっけ、ファイブイヤーズインチベットだっけ、ブラッド・ピットさん出てた。あれでブラッド・ピットさんが演じてた役っていうのは、ドイツ人の役なので、イングロリアス・バスターズで、ブラッド・ピットさんがドイツ語を全くわからない兵士の役をやるっていうことそのものも、多分、映画オタクのタランティーノ監督の、すんごいメタな、ネタだと思うんですよね。すんごいネタをぶち込んでんだと思うんですけども。っていうネタがこう全部一緒くたにこう日本語に吹き替えられてしまうと、あと、まあ、インドの映画の、インドとかは公用語がいっぱいあって、公用語がいっぱいあって、まあ、公用語は英語なんですけども、その言葉がいっぱい、あって地域によって全然違う、まあ、関西弁とか、
まあそうだね。例えば、日本の映画とかで、まあ関西、その関西弁だとか、そのあれとかをネタにしてるような映画があったりするじゃないですか。なんか関西弁だからこいつはわかんねえとか、そういう、なんだ？そんなのないか？まあ、あとするじゃん。方言とかを、方言ネタにしてるような映画多分あるよね。例えば、あれを英語に吹き替えてると思っていただければ。多分そういった方言を題材にしたような、日本の映画を、英語にこう吹き替えた、ような状態になると、ネタが全然わかんなくなるじゃない。そこがこう、非常にもったいないというか、もったいないで済むかな。ネタがこう、だから方言をネタにしたような、日本の映画とかを、英語に吹き替えたものを説明したいかみたいなところ。そうだね。それが一番言い方は分かりやすいかな。多分だから、アメリカの方というか、アメリカの方だよね。まあ、ライアン・レイノルズさんは、カナダ人ですけども、だから、いわゆる、名探偵ピカチュウをこう、まあ、おすすめしたい方、英語圏に住んでらっしゃって、名探偵ピカチュウをおすすめしたい方は、多分おすすめポイントとしては、ライアン・レイノルズさんが、声を当てていること、デッドプールの、ノリの、ピカチュウのところを非常に頭を押したいんだと思うんですけども、それに対して、この、吹き替え版になってしまったライアン・レイノルズさんの声がこうなくなってしまう。それをこう、多分外国の方、その英語圏の方は、そんなことしちゃうのっていう状態だと思うんですね。そういった同じ意味で、さっきの日本の方言を、この方言をね、をテーマにしたような映画を、英語の吹き替えで見るとか、マジかよっていうようなのと同じ感覚で、多分ね、ライアン・レイノルズさんの、あれが売りなのに、日本語に吹き替えて、見るとか、マジかよっていうふうに思われると思うんですけど、それと同じ感覚で、吹き替えじゃなく、英語字幕で見たいと、そういったネタとかもいろいろあるからね。いや、実際にネタとかでさ、別にそういったあれに限らず、多分ね、ライアン・レノンさんだから、そういった、いろんなネタ、ぶっ込んでくるはずなんだよね。で、その中には多分、日本語に訳したら伝わらないようなネタっていうのも結構あると思うんだよね。だからそこら辺も、加味すると、まあね、笑いのこの、お笑い部分とかって意外とこう、訳せないものとかも結構あったりするから、そういった感じで、多分ぶっ込んでくると思うから、そういうのが多分日本語にこの、吹き替えになった段階で、まあ字幕でもだからそれが、で、そのネタとかが、まあ、曖昧になってることとかもあったりするから、それがね、日本語吹き替え版とかで消えてるんだったらすげえもったいないと思うし、だったら、元の言語で一応、まあ、見たいなっていうふうな感じがするんだけども、っていうお話でございます。どうでしょうか？まあ、いいんですけどね。まあ、最初から期待というか、そんな、多分そうだろうなっていう気はしてたから、最初から若干諦めていたというか、まあ、DVD とかになってから、こう、ゆっくり見ようというふうには、ピカチュウにかなと思うんだけども、ただ、あまりにもね、吹き替えばっかのっていう、この感じに対して、まあ、好みの問題だったら別に全然いいんですけども、それは好みなら好みで、なんかこう、なんだかなっていうふうに思うのは、まあ、否めないということでございますね。
はい、まあそんな感じで、まあ、今回ここまでさせていきましょう。なんかすごいなんか愚痴じゃないけど、あんまりこの物事に対してこのなんか悪口じゃない、考え方だからなあの考え方だからあれなんですけども、あんまりこうネガティブなことばっかり言うのは、好きではない方ではあるんですけども、まあ、今回はわりかしこうネガティブというか、ネガティブなわけじゃないな、意見だから、まあそういうこともまあ言いますよ、たまにはね、という感じでした。いかがでしたでしょうか。もしまあ不快に思われる方いらっしゃったら本当に申し訳ないと思います。まあまあまあ毎回なんか肯定ばかりしても、まあね、あんまりこうネガティブなことを言うぐらいだったら、それをテーマに喋らなきゃいいというふうには思ってはいますんで、あれなんですけども、まあそんな感じでは今回ここまでさせていきましょう。また、次回お会いしましょう。では、ひいわでした。バイバイ。